上越新幹線に E7 系が追加投入されました。JR 東日本は、今日12日、上越新幹線に E7 系を追加投入しました。新たに、下り6本、上り6本の計12本が E7 系で運転され、乗車チャンス拡大と快適性向上が図られます。上越新幹線では、昨年10月に E4K MAX がラストランを迎え、E7 系が追加投入されました。これまで、東京駅発着のトキ32本と谷川11本が E7 系で運転されていました。今回のダイヤ改正により、新たに、トキ4本、谷川8本が E7 系による運転となりました。これにより、E7 系の運転本数は、トキ36本、谷川19本となりました。これで、3月12日の KAB ニュースを終わります。